こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さん、鬼滅の刃ご存知でしょうか？今めちゃくちゃ人気のあの漫画原作のアニメなんですけども、その漫画とかアニメの中で主人公たちが使う剣がめちゃくちゃかっこいいって話題になってまして、鬼滅の刃に出てくる刀をめちゃくちゃたくさん買った YouTuber さんがいらっしゃるということで、今回来ていただいております。どうぞ。ありがとうございました。では自己紹介お願いします。どうも、キョウです。はい、どうも、こちらです。あのサムネだけ見させていただいたんですけども、動画見てないんですか？ちょっとだけ。どういう経緯で買われたんですか？あの、僕が鬼滅本当に初期のジャンプで1話目から出た時から読み上げて、うわ、これ面白くるわって思ってたら、はいはい、爆発したんで。で、僕剣好きなんですよ。武器好きで、武器作りとかよくしてて、物騒、もういっぱい買っちゃってみんなでチャンバラしたら楽しいなと思って、おお、それで買ったんですよ。くれくれ、こちら。すごいすごい、胡蝶忍さんの刀でございます。わー、出た出た、虫の呼吸のやつだ、ね、すげえかっこよ。毒で殺すですよね。そうっす。だけどやっぱ独特のあの細い刀ですね。そうなんすよ。スキーめっちゃ速いですから。おー、すごい。それ用じゃないから。ちょっとつく用なんです。つく用か。つくでしょそれ。いや、カメラ。いや、すげえ、ありがとうございます。続きまして、はい、誰のか当てていいですか？あ、いっちゃいましょう。あ、え、無一郎？外れ？え、誰の剣？善逸です。善逸でしょ。ほんと、霹靂一閃のやつだ。善逸の剣なんですね。善逸の剣です。かっこいい、ありがとうございます。その2本だったらどっち？いや、どういうこと？この2本だと、いやでも胡蝶さんの剣やっぱない形なんです。変わりだね、好きですね。まあ珍しいのが面白いよね。うん、ありがとうございます。続きます、ね、あ、わかるかな、初めて。え、持ってくるときに壊れすぎじゃねえうち。おもろいですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。抜かせていただきます。はい、何でしょうか？誰ですか？悪鬼滅殺って書いてありますね。問題。え、鬼滅の刃で登場するこの日輪刀、この悪鬼滅殺書かれている剣士はどういう剣士でしょうか？ね、さすがにみんなに書かれてるわけじゃないと思うんで、これは柱の皆さんです。正解。おお、分かった分かった。じゃあこれは多分柱の刀ですもんね。なんか僕あれなんですよ、キャラ好きで刀までちゃんと見てないんですよね。まあ刀の色とかあれですよ、ヒントっすよ。あ、義勇さん。これこそ無一郎。正解。あ、よかった。続いてのゲーム。はい。これ簡単でしょ。ああ、はいはいはい。かっこよ、マジでかっこいい。それでは、おっぱじめくん。急ですね。こちらのゲーム、誰の剣でしょうか？あれです。モテる人です。おー、世界でモテる人。ほら、モテる人。うずいさんです。うずいさんね。うずいさん。うずいさんです。うずいさん。うずいさん、何の呼吸でしたっけ？音の呼吸です。音の呼吸だ。なんかすごい派手なのが好きなんですよね。そう。かっこいいですね。はい、鎖までもちゃんとついております。続きまして。これあれですね、ちょっと。これ持ってくる途中にですね、車の中で。あはあ、壊れちゃったですね。はい、これはですね、さすがにこのなんかしなってる感じ、女性っぽいと思うんですよね。なるほど、これあの恋の呼吸の人です。なるほど、違います。誰ですかこれ？あの、イグロさんでございます。イグロさんです。まだちゃんと上がってる感じないんですよ。そっか、そうそうそう、そっか、ちゃんと剣持ってるシーンがある。あ、やばいやばい。どうぞ、お借りします。これわかる、サヤがめっちゃこれわかるぞ。これは富岡義勇さんですね。おー、すごい、さすがに。いや、もうなんか青色っていうのでそんな気がしましたね。で、水の呼吸ですもんね。うん、かっこいい。これが一番高かったです。あ、そうなんですね。いくらだったの？これ1万4000円してます。高っ。こっちの方が高そうじゃん。そう、でもそれ1本あたり3800円。おい、安い。あ、こんなとこに加減のロックが。違う違う違う。続きまして、はい、これちょっと難しいですよ。もうこれもう最近人気爆上がり中のキャラクターですよ。かっこいい。なんかここがすごい、このここが、うん、開けますね。好きだな、これです。発揮滅殺、ここら辺がなんか仏感出てるんで、あの岩の呼吸使う人ですか？すごい違います。全然違う。鬼滅島さんのやつ、斧とハンマーじゃないですか。あ、そうだ、鬼滅島さんの日輪刀。そうでしょ。あ、あっちだ。そう、そうです。弟いる人。そうそう、正解。お兄ちゃんだ。名前なんでしたっけ？品津川。品津川さんだ。そうです。実はいい一説あるからね。お願いします。これわかるでしょ、いつも。さすがにわかるでしょ、これ。ありがとうございます。あ、分かった、伊之助だ、伊之助。さすがにそうだ、そうだ。ってことは、刃もトゲトゲしてんなのかな。おお、すごい。ちゃんとトゲトゲしてる。これ再現されてるんですよ。こういうやつね、こうやってせっかく作ってもらったのにすぐ刃こぼれさせるっていう。はい、すごいですね、ちゃんと刃が刃こぼれしてますね。伊之助がこれがいいって言ってたからな。やっぱ刃こぼれしてると切れづらいですかね。いや、これはさすがに炎の呼吸っぽいな、煉獄さんの剣。正解です。かっこよ、こんな色だったんだ。かっこいい。いいですね、これラスト1本お願いします。どうも。うわ、黒。ラストです。ラストですよ。
あ、これはかまど炭治郎くんだけどね。すごい、かっこいい、真っ黒ですね。炭治郎のかっこいいよね、やっぱり。うん、かっこいい。どうですか、はじめくん。いや、すごいっすよ、マジで。今だけ出てきたけど、全部かっこいいんですけど、あえて選ぶならやっぱり炭治郎の剣ですかね。いや、いいなぁ。でもいいっすよね。いいっすね。いい、ね、猫さんの唾とかよね。いいっすよね、いいですね、全然欲しい。いや、ダメでしょ。いやいや、ダメでしょ。いや、ください、ください。どうしようもないじゃないんだよ、俺。ください、ください。いや、ダメ、ダメ、ください、ください、それはダメ、ください。もう申し訳ない、身長くれないとダメ。ちょっとね、お邪魔して。全然、全然。味の呼吸1の方、無理やり